さあ始まりました。アメリカのネブラスカ州から2人の暇人によりお届けしております。メインパーソナリティのコウスケとシゲさんです。このドロシー・リンチというポッドキャストではアメリカ在住の留学生が映画や音楽、趣味のことなどをアメリカのカルチャーを交えつつ好き勝手に喋るだけのドレッシングです。やっていきましょう。お願いします。はい。さあ、どっから話していきましょうかね。雑談から軽くしていきましょうか。はい。先ほどあの1個ポッドキャストを収録し終わりました。ああ言ってましたね。これが上がってる時はもう上がってるから内容言ってて全然大丈夫だけど。ああそうなんや。多分あ分かんない。今週の月曜だと思うよ多分。あそうなん。多分そうだと思う。いや知らん。俺は知らんけど。まあ大丈夫でしょう。喋っても。いや知らんで。うん。まあ、内容は別にそんな喋んなくても、うん、まあ、うん、あのニューヨークに住んでおります。であの YouTube をやっているハルキさん。のポッドキャストがあるんですけれども、そちらの方でちょっと、いろいろ喋りました。楽しかったです、うん、ずっと前から言ってたね。そうね、ほんとだいぶ前から言ってて、うん、いつやんのいつやんのみたいな話をずっとしげさんから言われてて、うん、まあ俺がちょっと忙しくてちょっとうまく話できなかったのと、まあ一回話になったんだけど、あのあれまあ流れたというか俺がちょっと都合合わなくて、うん、っていうのが何回かあってっていうのもあって、やっとちょっと今回時間があって撮ったっていう感じで、うん、まあ多分もう上がってると思うんで、うん、どんなこと話したの？まあとりあえずそのフーアヤームっていうのとお前誰やと。そう、もう確かにそうやな。お前誰やっていう風になるから、あの二人からしたら知ってるけど、うん、まあまあまあね。そうグローバリズムっていう春樹さんがやっているオンラインサロンに俺が入っていて、うん、でまあそこの2人と話したりとかっていうのもあって、向こうからしたら知ってるけど、まあ、その春樹さんと誰？吉野さん。ああその人と一緒にあれやったのね。春樹さんがニューヨークで吉野さんがロサンゼルスに住んでる方で、うん、でその2人とやって、まあその2人は知ってるけど、他の人たち、他の人たちっていうか聞いてる方々は多分知らないかな。いや絶対な、多分絶対知らんから、多分まあおそらく知らないかもしれない。100な、知らないかなっていうので、100知らん。何人聞いてるかは知らんけど100知らんから。まあだからとりあえずまあ俺が誰でっていうので、うん、でまあそのネブラスカっていうのもね、知らない人多いっていうのもあるから、うん、じゃあネブラスカがまあどういうところでっていうのもまあ軽く説明して、うん、でまあ東部、中部、中西部、西部でちょうど分かれてたから、住んでる場所がその3人で、うんうん、だからまあその違いであったりとか、まあ留学するときどうした方がいいのかねとかっていうので、いろいろちょっとネブラスカだったり中西部についてちょっと話したっていうような感じです、うんうん、いいじゃないですか。でめっちゃ聞いてるでしょあれ確か。人どうせあの100万人ぐらい聞いてるでしょ。そんな聞いとん。だからそんな聞いとん。どうせすぐ増えるでしょチャンネル登録者が。いや知らんけど。そんな聞いとん。いやそんなは聞いてないと思うけど、うん、だってまあ YouTube のあれよりは全然低いはずだから。うん、うん、いやもうどんな、俺全く見てないからどんなぐらいのあれなんか分からへんねんけど。いやだってもう俺も分かんない。だって見れんから。あ外からは、うん、YouTube も見てないし、普通の動画、うん、ああだからまあどんぐらいか分かんないけど、まあ上がった後多分増えてるでしょう全体的に。よーし。よーし。これでほんま全く増えてなかったほんまおもろいよな。本当に。まあインスタぐらいだったら増えるだろうとは思う。ああまあまあ。まあちょっとパッと増えるだろうと思うけど。まあそっちの方も、まあそっちの方もっていうか、多分俺のこれを聞いてる人は多分あの春樹さんのやつ聞いてると思うから。マジで向こうにメリットないよな。何が？楽しかった。こっちにはメリットしかないと思うね。はい、向こうもネブラスカのこと知れたやん。いや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 、そんな知らんでええことやし、別にネブラスカのこと知らんのやったら知らんでええことやし、中西部のこと知れたし、メリットないな。めちゃめちゃええ人やねんな。まあそうね。何のメリットもないからな。でまあ撮ったんで、ちょっともしあの興味ある方はぜひそっちに聞いてみてください。はい、はい。であと何か逆にあったりします？うん、近況報告というか、そのなんか近況報告、はい、ないね。やろうな、メンタリストを見すぎ。この間さ、そう一個のドラマをずっと見てて、うん、でなんかリビングで見てるやん、うん、そうね。でもう一人あのこの間ムークか、はいはい、あムークが出てたな、うん、からムークも飯の時になったら上上がってくんねんけど、そうね。もうなんかいよいよ、うん、飯の時にマジでこう上来たらほんまこれしか見てないっすねって言われた。
特に。いやもう俺以外から言われたらもういよいよよ、うん、うん、メンタリストね、うん、ずっと見てるね。いやだって長いもん。逆に今シーズンいくつだ。今シーズン4に入った。やっと、うん、どうせあとまだ5つぐらいあるんでしょ、どうせ。いやーどうやったかな、忘れた。あで、まあ、ワンピースも全部見た、漫画でね。漫画で。あ暇なの。うん、全く暇なの。全くずっと全くもう寝る間を惜しんでやってるから。すごいよ。ほぼ寝てない。頑張ってるよ。そうだからずっとあのリビングで寝て。そうなんよ。肩痛いとか体痛いとか。三連ちゃんでヨギボーで寝てるから、うん、今んとこ。あそこでの睡眠時間8時間あってもゼロやから、ね、ゼロなんよ実質。怖いよなあれ。何なんだろうね。なんか夜、まあっこでなんか作業してたりとかして、うん、でこうなんかあちょっと眠いなと思って寝るやん、うん、でパッと起きたら結構時間経ってる。6時間とか経ってることあるんや、うん、もう 、うん、朝やみたいな、うん、あんねんけど、もう一回ベッド入ったら、うん、そのままでね、うん、ちゃんと8時間寝れんもんな、うん、だからゼロなの。怖いよなあれ。何なんで。別にヨギボだけじゃないじゃん。あの何なの、あの人間のメカニズムというか。あの昼寝だから、たま本当に眠くて昼寝3時間とかしたりとかしてさ、うん、で夜も普通に寝れる時もあったりするじゃん、うん、8時間とかね、うん、逆に昼に10分ぐらいしか寝てないのに、あ夜寝れないみたいな時もあるじゃん。あるな。あれ何なん。ちょっと一緒にしない時間。その1時間寝たらもう1時間分ですって。その方が楽やけどな。してほしいんですけど、ほんまに、うん、ちょっと暇な時間に寝て、そしたら夜1時間分寝なくていいんでしょっていいじゃん。確かにな。ちょっとね、だから1日でトータル何時間寝てれば OK みたいなことやね。そう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 。その間何時間寝ててもいいみたいな。 OK。 そうそれでいいよ。そうすればいいのにな。本当人体って 神様も本当下手くそに作ったような人間は。いやでもなんか余計体疲れてるような、あの変な寝方すると。まあそうね、うん、いやあれはあかん。じゃあのヨギボーがあかん。あそうね。ほってまいあれ。まあそんなとこかな。もう一個あるとしたら、そのこれのことを軽く言いたいというか。うん、何それ。あのこれちょっと、まああの聞いてる人からしたら、あのポッドキャストを聞いてる人からしても全く意味がなくて、 YouTube を見てる人だったら意味があるんだけど、このちょうど今このなんか手元に持ってるの、なんつったらいいん、これネームプレートって言ったらいいんかな。ネームプレート、ちょっとあのなんかオフィスにあるような名前が書いてある、うん、オフィスの机にあるようなネームプレートで、コウスケヨシって書いてて、そう、下にその人にスクレタリーオブトレジャリーって書いてあって。お、何なんですかそれは。スチューデントガバメント、学校の生徒会で、毎週火曜日にミーティングがあるんだけど、うん、それのミーティング参加するときに、全員でメンバー20人ぐらいいるの、25人いないかな、20人ぐらい、うん、いて、前に、なんだ、学校委員学大生徒会長、ね、生徒会長と副会長がいて、はい、ね、はい、その横に、議長がいるの、その進行する人が、はい、そうっていうような感じで、まあ、だから誰々当てたりするときに名前が分かるようにっていうのが名前が置いてあるっていうのもあったんだけど、最近最後のミーティングが終わって、うん、やっと任期が終わるっていうので、うん、これを持って帰っていいよっていうので、うん、ああなるほど、そう持って帰ってきたんです。嬉しそうに机に飾ってんもんな。部屋に入ったときに一番分かりやすいところに飾ってる。何これ。まあ何すか、そのセクレタリーオブトレジャリーっていうのは、その日本の、なんだろう、その生徒会でいうと会計長っていう役になるのかな。そのなんだ、会計長ってことは聞いたことないよね。なんていうの、じゃあそのいや俺分かんなくて、そのなんだ、内閣とか、あの実際のその、アメリカのあれで言うと財務省のトップの人ね、はい、うん、っていうような感じだけど、大蔵省ね昔で言う。でそのなんていう、生徒会で言うとなんていうの、会計、生徒会で言うと何がある、生徒会、生徒会長、副会長書記と会計っていうんかな、会計、そうだね、会計か、会計って言うやったっけ、うん、言うね、うん、会計長、会計、うん、っていうような感じのポジションをしておりました。うん、うん、
まあ、生徒会が一応20名ぐらいいて、うん、まあ、いろんな部署があるの、うん、まあ4つか5つぐらいに分かれてるんだけど、うん、まあ、一応その一番上のまあトップというか、うん、その1年の方針をある程度決めれる人が6人いて、うん、その人たちのことをキャビネットメンバー、キャビネットとかキャビネットメンバーっていうふうに言うんだけど、うん、それが6人いて、会計長、まあ、そのいろいろ生徒会長でいろいろいたりするんだけど、うん、そのうちの自分が1人だったっていう、うん、やるやん、ウェイ。決めてたんですか、やっと学校の方針を。まあ俺がすることほぼほぼなくて、うん、その最初にもうある程度決め、去年のテンプレがあるから、うん、それと同じことで、うちの、プレジットバイスがもうほぼほぼやってたから、うん、で2人の方、2人ともビジネスメジャーだから、うん、もう2人ともやってくれてたから、やろうな、ほぼほぼすることはなかったです。おったおったあ、クラスにクラスにおったアカウンティングかなんかにおったわ。 めっちゃ頭いいんで彼ら、うん、一番前に座ってた頭いいんで彼ら、うん、っていうような感じですね最近は。うん、じゃあまあとりあえず今日の本題というかそれに移ろうかなっていうような。ちょっと俺さ、うん、最近の近況報告なんかよう見てるようなしかないやん。だこの間もなんか韓国映画よう見てるような。それ他になんか逆ドラマめっちゃ見てるよな。違う、他にあるんだったら言ってもらえればいいんだけど。じゃないのやろ、悔しいよな。やろ、ないのが悔しい。うん、うん、なん一生見てるやんみたいな。いや、うん、一生は見てないよ、一生見てるよ俺かって。そら学校行くよ行ってるよあ、はい、行って週末になったら飲みに行ってとかしてるけど、うん、だからないやそれだけなんよ、それだけなんよ。だからただただそれだけなんよ、うん、何もないよ。だから何もないんよ特にこの街がそうさせるの何もないんでね、うん、まあええけど。まあじゃあとりあえず今回のその本題というかあれに移りたいと思うんですけど、まあ特になんか決めてなくて直前まで何する何するっていうような感じがぐだぐだ続いてて、でまあ最近見てた、まあちゃんと見てはないんだけれども、裏口入学に関する、アメリカの裏口入学に関するなんか映画がネットフリックスであって、バーシティブルース作戦裏口入学スキャンダルっていうなんか映画があって、それをなんかしげさんが流してるのを横目で見てたら、なんかやっぱ作り方ネットフリックスだし、なんかおもろいなってなって、そう実際にあった話だっていうのもあって、まあアメリカで富裕層や著名人の子供を名門大学に入れるための不正というか裏口入学をしてるっていうので、っていう事件があって、でまあそれのことについて話すっていうよりかは、まあアメリカのその大学と日本の大学をなんか軽く比較したりとか、その金銭面でのなんか比較をしていけたらなみたいなのを思います。はい。まずアメリカの大学高いよね。高いな。改めて思ったけど、うん。いやだからこれ見て、その思ったけど、うん。言ったらもうアメリカのその名門大学ってほとんど寄付金でなんていうか賄ってるというか、やからでも言うても寄付やんか。そうね、ほんで補金というか、そうそうそう、でこの裏口入学は寄付をなんぼかすれば優先的に入れてもらえるよっていうことなんよ結局はね、っていうことなんだよ。だからどこまでが不正かがちょっとわからないけどみたいな。ほんだら入学金とか授業料なんぼに対しての寄付金なんぼやねんって話になってくるやん。まあそうね、確かに。ほんで見てたらさバカみたいなけどやん。もうなんか狂ってくるよね感覚。意味がわからんかった。あ、ほんまに逆になんかそんぐらいいいのみたいな。逆にあ、そこにはそんぐらいかかるんだみたいな。意味がわからんかったマジですごいよね。あれ何やった、あれどこ、ハーバードやったっけ、どこやったっけ、忘れたけど、うん、ハーバードはなんかその言ったらこの人は裏口入学じゃなくて、うん、なんか通過口、通行口、なんか横口入学みたいな、サイドウォークみたいなこと言ってたね。そう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 、ことを言ってて、裏口やったら莫大なこの寄付金かかるけど、横からやったらもうそこまでみたいな。でしかも裏口だと保証はできないよって。そうそうそう。でもこの俺がやってるやつだったらもう確実に入れてあげるよっていうような、なんかっていう、もうほぼ詐欺まがいなことをしてたわけ。でそれでもやで、その横入り口入学でも払ってんの見たらアンダーでも500万ドルぐらい。あ、違う、50万ドル。50万ドルだから5000万。あ、5000万か。5000万。そっか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 。アンダーでもね。そうなの。そこが問題なのよ。え？みたいな。そう、50万ドル、30万ドルって日本語で出るから、もう途中からな、これいくら？みたいな。そう。円ではないのよなみたいな。そう、これいくらなみたいな。そうそうそう。
50万ドルって、え、普通に単純計算5000万やんなみたいな。でしかもそれは別に授業料じゃないからね。じゃないじゃないじゃない、入学金とかでもないし。そう、え、じゃあみたいな。でなんかそんないろいろ話しとって、うん、で裏口やったらこんなんありえへんねみたいな、5000万やったらみたいな、うん、最低でも100万ドル以上やでみたいな、そうね、言ってたね、うん、1億なんか逆にすごいよね、1億入れれるというか、そのな入学前にでしょ。そう、何のメリットもないというか、そのだから入れるためにね、その学校に通わすために1億入れるんよ、うん、すごいよね、すげえなそれをする親もすごいし、いやだからすげえなーと思って、アメリカの金持ちって、うん、いや本当にマジで比じゃないな日本のというかいやほんま、うん、そうよね。でもそういうのがザラにおるっていうもんね。まあこの辺はあれだけど、まあまあまあこの辺はね、そうそう、だからその東海岸西海岸行くとね、だからここで出てきたのも USC と南カリフォルニア大学かと、あと何やったっけ、スタンフォードかとかやったけど、そうね、ハーバードも確かあったかな。そう、いやもうね、すごかったねあれで今ちょっと調べたんだけど、2019年の、まあランキングになるんだけど、トップ10ハイエストプライベートカレッジ&ユニバーシティトゥイションっていう、まあ私立が高いのね。まあそうね、特にこっちはね、うん、だからどれがちょっと私立でどれがあれかっていうのはちょっと分かんないんだけど、一応バーって出てて何個か分かんないところ結構あるんだよね、で一番高いところどこだ。ハーバードじゃない、違うの。え、2019年だから、まあ最新のやつはどうか分かんないけど、まあ大体有名なところ5つぐらい上げれば多分1個出るわ。ハーバードじゃないっす。イエールじゃないっす。ブラウン。ブラウンはね、第6位です。うん、イエールでも入ってないんだよ、トップ10に。あれってどこ？アイビーリーグってどこ？アイビーリーグ。うん。俺今パッと出てこない。アイビーリーグってどこ？ないよそれは。え？アイビーリーグ。アイビーリーグ。大学の名前がアイビーリーグってな、大学軍というか、だから日本でいうマーチみたいな。なるほどね。調べてみます。出ました、ブラウンユニバーシティ、コロンビアユニバーシティ、コーネルユニバーシティ、ダートマウスカレッジ、ハーバードユニバーシティ、ユニバーシティオブペンシルベニア、プリンストンユニバーシティ&イエールユニバーシティがIB リーグ、IVI なんだね。ありました、この中に。あった？コロンビア。コロンビアです。コロンビアやんな。一番上がコロンビア、その次がユニバーシティオブシカゴ大学だね。その次がね、これなんて言うんだろう、タフツユニバーシティかな。その次がユニバーシティオブサウスカリフォルニア。でその次がデューク。っていうような感じで、まあその後もいろいろ続くんだけど、ハーバードにトップ10入ってなくて。そうで、一番上のそのコロンビアユニバーシティで1年間のお金が、まあ学部にもよったりするけど、5万9430ドル。だから日本円で約600万。600万。年間。年間。だから4年間で考えると、6、20して2400万。やば。600万。日本にそんな学校ないやろ。年間600万だ。私立の医学部でも、まあ、そうか、医学部とかってなればどうかしら。いや医学部でも200ぐらいじゃないって。分からんけど俺は、医学部は一回ちょっと調べてみるか。うん、なんかその話をしとって、うん、日本の私立っていうて、まあ早稲田慶応ってまあトップにあるやんか。うん、そうね。でも授業料はまあ学部にもよるけど、まあ100万そうなんそこが、ね、ぐらいでしょ。話してたよね。なんぼ行く言うても、そうなんだよね。でしかも逆にもっと頭いい東大とかはもう国公立やからもっと低いわけでしょ。そうなの。そのなんかね、すごいな。はい、お金がいろいろ出てきました。うわすごい、あらすごい、学費すごい全然すごい。嘘。俺が思ってた以上だった。日本の場所とあれにもよるけど、6年間いなきゃいけないか。医学部はね。医学部。そうね。そっか。だから高くなるんだ。うん、高いところはね、川崎医科大学っていう多分私立のところなんだけど、4700万。川崎医科大いうとあれちゃん。6年間で。2期のおっちゃんが行っとったとこや。あ、そうなの？確か。あ、そうなの。卒業したとこちゃうから。あ、そうなの。川崎医科大。4700万です。
トータルで。トータル6年間トータル。とか、まあだから高いとこは高いね。でもまあ医学部はね、まあちょっとまたもう別世界というかあれだから。そうなんだよね。日本はどこの大学もなんか私立だと大体100万ちょっと、高くても多分150万しないぐらいだけどね。こっちはもう何なんだろうね、ブランドネームなのかね。キリがないな。ね。だからもう本当にあるよね、金持ちしか行けんよね。なあ、無理やな。だよね。日本はだから言ったらお金持ってない家でも頑張って勉強すれば、例えば東大入りましたってなると普通の大学よりかは安いわけじゃん。まあ国公立はね。国公立だからね。でまあ奨学金借りるとかっていう手もあるかもしれないけど、こんなんあのスチューデントローンなんかで組めないじゃん。無理やな。だからよっぽど頭ええ子で、そうね、高校の時にめちゃめちゃ頑張って奨学金もらって、うんね、とかってなるとそら入れるかもしらんけど。いやいや、でもさ600万に対しての奨学金もういろいろ取りまくってフルでみたいな。まあその大学でかくなれば多分その奨学金のあれもでかくなるのかもしれないけど、いやいやいや、すごいな。だって日本で奨学金言うても、まあ言うて借金やん、あれは。そうだから、ここの制度がちょっと違うよね、日本と。いや、いいと思うでね、こっちは。だからそれに使ってるんかな、寄付は。じゃないのかね、多分。それ以外に使ったら何に使ってるんだろう。例えばスポーツでかいところはもうめっちゃ金かかるじゃん。アメフトの例えばその練習のあのなんだっけ、筋トレの器具とかだけでもすごかったりするし、だからそういうのにかけたりとか。だからこの間調べたけど、寄付金ってこっちすごいって言ってんか、だから去年やったかなのハーバードが寄付金一番集めてん、ハーバード大学、それが130億ぐらいやね。でしょ。そんな何に使うんって思って。というかまずすごいよね、そんだけ卒業生が無料というかあれで渡してるんでしょ。おるってことやろ。すごいよね。だから多分まあ普通に税金対策のあれもあるんやろうけど、いやすごいなと思ってね。いや日本ってどうなん、どうなんだろうね、寄付金ってそこまであるんかな。話には聞かんけどね。だからそのなんかどっか その NPO 法人に寄付とか聞くけど、大学に寄付はね、どうなんだろうね。だ言うて多分ここの UNK でもなかなかの寄付は多分あるだろうね。あるやろうからな。ね、だからまあさっき言ってたその奨学金のシステムでも言っても、まあ、日本はもうほぼほぼあのなんだっけ、A とか B とかなんかっていうね、何奨学金、あちょっと出てこねえわ。奨学金、そう、学生、高校生の学生が借りる、大学に入るときになんかその審査とか通って、借りるし奨学金、まあ、いわゆるだから借りる奨学金だね。それ以外で言うと、例えばその親が母子家庭だからとか、あと、体に軽い障害があるとか、なんかそういうようなので足長の、なんか奨学金が出たりとかっていうようなのがあったりするけど、いわゆるその例えば勉強ができてとか、そういう奨学金はもうほぼほぼなくはないけど少ないし、じゃあね、みんながもらえるかって言われるとね。そうね。ね、こっちはだってもう多分インターナショナルってだけでもらえるやつあるもんね、こっちはね。俺らの学校はそうそう、本当にあるし、言っちゃえば、まあ俺ももらってるけど奨学金、ね、あの自分のメジャーのところからもらってるけど、まあ言ってそこまで 3.0 あるとか、そうね、そんなわけでもないし、GPA がね、GPA が、普通にもらえるやつは多分探せば腐るほどある、でしかももらえるんだよね、そのもらえるんよ、借りないんだよね、そう、あの大学の場合もらえるというか、その分学費から引かれるって感じだね。そうだね、どっちかというとね。だからいわゆるその借りるのはいわゆるそのスチューデントローンっていう、そのローンを組むっていうのは別にこっちでは全然できはするんだけど、いわゆるスカラーシップ奨学金って呼ばれるのはもうもらえるっていうのがもう基本だから。そうね、ね、俺も結構もらってるし。あれもあるよね、何だっけ、ヒスパニックのコーラの、オーディアイじゃなくて、何だっけ、トンプソン、はいはいはい、トンプソンスカラー、あれもそうやんな、あれもあれじゃない、なんか母子家庭やったりとか、そうそうそう、あれはそうだね、どっちかというと貧しい家庭で、でなおかつ勉強ができる子みたいな感じだね、条件は。ほとんどヒスパニックの子らもらってるような。でしかもうちのフラとかソロの子はね、もうみんながもうだから言ったらファーストジェネレーションだからっていうのですごいよな、みんな頑張ってますわ、みんな頭ええしな。そうね、だからまあそんな感じで奨学金だけでも結構そんな違いがあったりとか、あとなんだろうね、大きく違うところで言うと、だこれそのハーバードとかの授業料って、授業料だけじゃないでしょ。なんか多分あの
あの寮費とか、いやもう込みやと思うで、多分分からん、込みでの多分600万ぐらい、そのなんだろう、あの施設費用とかは全部含まれてるとは思うけど、うん、でもこっちの大学生やったら確実に寮、まあ1年2年とかは入るでしょ、寮に。見ても分かんない、それ人によるんじゃない。あ、そうか。だってハーバードの近くに住んでる子とかだったら別にそれでもいいと思うし、うんうん、だからでもまあ寮費も含めてのやつじゃない、うん、そうね、うん、あ、そうだ、お金じゃなくて、まあ、まず1個言いたかったのが、これ値段出てるけど、これインステートの値段なんよ、一番怖いのは、うん、あ怖いやつや。そう、このちょっと今このインステート、アウトオブステートの説明軽くしようと思うんですけど、インステートって、5倍ぐらいじゃんもんな。いや、たどいや分かんない、多分 UNK でも全然違うで、 UNK だと 1.5 倍、2倍まではいかない、ほんまに、そんなもんよ。え、嘘やん、俺もっと差あったと思って。ここちょっと使えないけど今から言うこと、うん、っていうような感じで、うん、まあ、だからそのインス、どんぐらい場が倍、その多分大学によっても違うと思うけど、うん、UNK は多分 1.5 倍6倍ぐらいかな多分、うん、なんでだからこれ単純計算で 1.、ね、まあ、2倍しなかったとしても、だってじゃあアウトオブステートだともっと高いんや。そうよ、だからもうえぐ怖いよね。600万の 1.5 が 630、うん、え、なんぼ、だから600万でしょ。そうだよ、900万、だから1年で9000、違うよ、1年で900万ぐらい、やば、多分取られるんじゃない、ワンちゃん言ってるやん、最悪言ってますやん。だからもうすごいよね、すげえ。だからまあ UNK でもさ、結構トランスファー考えてるってことかいたりするじゃん、うん、周りにも結構いたりとか、他の大学でも友達結構トランスファー考えてる、うん、であそこ行くんだへえとかっていう話聞いてるけど、うん、いやもうよー言えないというか、いや親もね、うん、自分の親も、うん、そのなんか例えば好きなところ行っていいよみたいな、はい、その別にお金に関してはこっちでいろいろするからって言われるけど、うん、いやそれはさすがにさ、その確認するやん、さすがにね、うん、で見た時すごいじゃん大体値段、いやエグいな、ね、東とか 西海岸とか、うん、そんなことを考えてる状況で、うん、友達とかが普通に、まあそことかに転学しようと思うんだよねとか言ってて、うんうん、何にもなんか考えずに言ってるような感じが見ましたからいやまあ考えてないことはないやろ、うん、けど、いやでもすっごいなってやっぱ思って、こっちのやっぱ日本人でもそういう子結構いたりするから、おるな、こっちの倍ぐらいのに、授業料のとこでもう余裕で言ってるよね、普通の1年間の学費をワンセメで納めるようなところとかも全然普通にみんな行ってたりするし、でまたエビエーションの子が多いからさ、そうね、プラスアルファエビエーションの料金がかかってくるでしょ、とかかかったりとか、フライトの、うん、より高くなる、より高いし、すごいな、すごいねすごいね、すごいねいやまあでもね、自分が行きたいとこなんやったら、まあ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 、まあ、さっきちょっと IB リーグっていう話してたじゃん、うん、で今ちょっとその IB リーグのやつを見てるんだけど、うん、これあれ面白いというかすごいね、米国の、北東部にある8つの私立研究大学って書いてんだけど、うん、確かに頭いいところ右上にしかねえなって今思ったわ、確かにUCLA とかあの辺はちょっと別だけど、うんうん、ボストンとか近郊にね、そうボストン、マサチューセッツ、うん、ミッドもそうだし、ね、ハーバード上の方やな、コロンビア、イエール、確かにでしょ、ちょっとびっくりしてだから結局あれなんちゃう、古くからあるところってことじゃない、そう、ね、確かにそう、まあそうだね、それもあるね、うん、うん、やっぱ金持ってるやつらあの辺に集まんの、いやいや関係ないやろそういうことではないんじゃない、うん、でもなんかやっぱ右上の方に集まるんだね日本で一番、日本ちゃうわ、アメリカで一番最初のハーバード、よーし、違うかな、フランチャイズは、フランチャイズいや全く関係ないこと話そうそう、大学はハーバードじゃないん、いやね、多分多分多分ね、知らんけどな誰が作ったん、知らん、ハーバードさんじゃない、多分多分そう、多分そうやろ大体そうやろ、ハーバードなんとかハーバードやな、多分そうでしょ、ウィリアムとかやろ、どうせな、いいね、ウィリアムハーバードさん、いいんじゃない、はい、来たはい、いいんじゃない、そんな感じではいまあだから今回ねちょっとその大学そのあのネットフリックスの映画見てっていうのを思ってちょっとそのね値段がびっくりしたっていうのをちょっと話したくて、そうね、だから今払ってる学費もなんやったら日本の学校よりも一緒ぐらいか安いぐらい、
そうだね。まあ俺らその奨学金そのもらってたりとかっていうのは関係もあるからちょっとあんまりあれだけど、まあそうだね。日本の私立大学とほぼ同じか、まあ場所によっては多分こっちの方が安いような感じで。でもしアメリカ内でそのなんかいろいろ勉強だったりとか課外活動いろいろやれば他にも奨学金もらえたりしますんで、自分も今全然払ってないような。そうやな。払ってはいるけど、ほぼほぼ払ってないような。奨学金やな。そうだから日本の学生の多分、1年間で払う金額の半分以下ぐらいしか払ってないんで今。多いよねでも日本人の子とかあのインターナショナル留学生って。で何が？あの結構奨学金もらってる子こっち。まあそうね。ほとんどがそうなんじゃん。そうでもないんかな。どうだろう。あんまりみんなの話聞いてなかったりするからそこら辺は。興味ないんか。まあっていうような感じですかね、エンディングに行きたいと思います。いいですかこんな感じで。大丈夫じゃないですか多分、はあ、まあお金の事情もみんな知れたしいいんじゃないですか、はい、またまあなんかその大学のそのなんだろう専攻についてだったりとかなんかその転学のことだったりとかまた別の機会にすればいいと思いますし、はい、ような感じでちょっとエンディングに行きたいと思います。はい、てな感じで今回はエピソード21なんです。いや21じゃない、20だよ。うん、うん、終わりたいと思います。なかなか撮ってるね。ねえいい感じですね。もうそろそろシーズン2に入る。あもう一応シーズンはどう切り替えようかなと思って、一応今のところはシーズン1が2020年、はあ、でシーズン2が2021年みたいな1年ごとで一応区切ってる。ああなるほど。そうだからまあそんな感じで区切っていけば分かりやすいかなと思って。なるほど、うん、っていうような感じで。じゃあシーズン3が来ることはないねんな。え、え、わかんないよ。このままで行ったら。え、わかんないよ。1年後どうでしょ。そう。やるしょ、ずっと。いや、おらんやん。え、そんなずっとおらんよ。遠隔でも全然できるからね。あ、そうか。そう、遠隔今のご時世は何でも、何でもできますんで。まあまあ、その時はまた考えてって感じ。はい。まあ、っていう感じで、もし何か、質問や話してほしいことがあれば、ぜひ、インスタの方の DM まで送ってもらえれば。どんどんね。どんどん。どんどん、ね。どんどん。もう一通とかやめてもらって欲しいんで。特に2期ね。はい、そうだね。はい。はい、まあ、てな感じで、そしたら今回エピソード20ですね。を終わりたいと思います。はい、次回のポッドキャストも楽しみにしていてください。それでは皆さん、さようなら。